岡安譲は、関西テレビ編成局アナウンス部所属のアナウンサー。埼玉県久喜市出身。慶応義塾中東部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、1997年4月に、関西テレビ放送入社。小学生時代に見たプロレス中継を実況していた、古立一郎に憧れて、アナウンサーを目指した。 元 NHK アナウンサーで、現参議院議員の和田正宗は、大学時代からの親友であり、就職活動でも共に NHK と関西テレビのアナウンサー職を受験している。競馬は、大学生時代に杉本清に憧れていたことが関わるきっかけであった。本人の趣味、趣向もあって特に競馬中継に力を入れており、自身も関西テレビ入社理由に、 競馬実況をやりたいためと、常々公言している。2012年3月18日に行われた第60回阪神大賞展の実況が高い評価を受け、2013年度、FNS アナウンス大賞において、大賞を受賞した。関西テレビのアナウンサーによる同大賞の受賞は、杉本清山本博之、馬場哲史、豊田康夫に次5人目。その一方で、 2006年4月5日から2017年3月24日までの平日の夕方には関西ローカル向け報道情報番組でキャスターを務めていた。本人によればニュースキャスターへの転身は本意ではなかったが続けるうちに競馬実況と交ツがつけられないほど好きな仕事になったというスーパーニュースアンカーでは2012年9月28日までサブキャスターを務めていたが 2013年9月30日からアンカーマンへ昇格したことに伴って競馬実況から一時離脱。ただし、週末に放送される競馬、プロ野球以外のスポーツ中継では引き続き実況を担当していた。2017年3月24日のみんなのニュースワンダー最終回をもって足掛け11年担当してきた平日夕方の報道。 情報番組のニュースキャスターから優退したことを機に4月2日放送分の競馬ビートから競馬中継へ復帰スタジオでの進行担当やゲート前のリポーターとしてブランクを埋めた後に2018年1月7日のことぶきステークス中継から実況を再開しているなお勤務する関西テレビはテレビ単営局だが2021年3月30日の 未明からラジオ大阪で毎週か、水曜日の未明に放送中の、カンテラ、のパーソナリティ人にも名を連ねている。身長169.9センチメートル、体重55キログラム。メイクにこだわり、メイクセットを持ち歩いている。エアロビクスを趣味とし、そのうち大会に出ようと思いますと語っている。無類のスイーツ好きで、スイーツ食べ歩きも、趣味とする。このため、 競馬以外ではこの分野にも力を入れており、岡谷スイーツ博士というキャラクターに紛失スイーツをテーマとした番組を担当。関西テレビのホームページ上でもスイーツに関するコラムを執筆し、雑誌のスイーツ特集にもしばしば登場する。さらに、過去に数回、岡谷スイーツプロデュースと銘打ったオリジナルスイーツも販売したことがある。前日の通り、スーパーニュースアンカーの アンカーマンに就任したものの本人の強い希望で競馬実況は続けるということを自身のツイッターで表明していたが2014年5月4日開催の天皇賞をもって競馬実況から引退することを自身のブログで表明した2017年3月24日をもってニュースキャスターを引退したことに伴い2017年4月2日の競馬ビートにて3年ぶりに 競馬中継に復帰。2018年11月11日開催のエリザベス女王杯にて4年6ヶ月ぶりに GI 実況を担当した。ありがとうございます。